ユーザビリティを追求した新操作パネルは 10.1 インチにワイド化。フラットな操作部でさらに使いやすくなりました。ブラックを基調とした美しい画面は LED のバックライトが採用され、明るく見やすい画面に。そして大型液晶タッチパネルなどで軽い操作感でフリックやピンチイン、ピンチアウトの操作が可能。スクロールや印刷プレビューの拡大・縮小も素早く直感的に行え、ミスプリントの低減にもつながります。美しさと使いやすさを兼ね備えた新操作パネルは、より快適なオペレーションを提供します。これまでは画面表示やワークフローなど共通の設定を様々なユーザーが使っていました。新しいシステムは認証機能と連携し、ユーザーごとに設定のカスタマイズができるパーソナライズ機能を搭載。初期画面だけでなく初期設定もユーザーごとにカスタマイズできます。 A さんはコピーでは必ず製本印刷をするので、初期設定を製本両面に。 B さんはスキャンでの初期設定を OCR 両面に。毎回行っていた設定変更は必要なくなります。画面表示や機能設定など常にユーザーの使いやすい設定環境で作業が開始できます。認証機能はアイコンをタップするだけのシンプルログイン機能。またオプションの IC カード認証も利用可能です。シンプルログインのユーザー登録は簡単。プリントジョブを送信するだけでユーザーを自動登録、操作パネルからも登録できます。そしてユーザー登録をすることにより、放置プリントを抑止する留め置き印刷が可能に。ユーザビリティ向上だけでなく、コスト削減やセキュリティ向上ももたらします。パーソナライズ機能で操作性向上をサポートします。現行のスキャン時に静電気などが原因で意図せず一度に2枚の原稿が搬送されてしまう重装。標準搭載された重装検知機能は、超音波センサーが重装を検知するとスキャンが停止し、液晶パネル上でお知らせします。白紙スキップ機能は、現行のスキャン時に不要な白紙ページの読み込みを自動でスキップ。両面印刷と片面印刷の原稿が混在している場合でも、白紙ページのないファイルを作成することができます。重装検知と白紙スキップの機能でスマートなスキャンを実現します。ユーザーが複合機に近づくだけでスリープ復帰するようになりました。新搭載の人感センサーがユーザーを感知すると自動でスリープ復帰。人感センサーには誤検知の少ない赤外アレイセンサーを採用し、横切るユーザーには反応せず、近づくユーザーにだけ反応します。そしてスムーズになったのはスリープ復帰だけではありません。本体上部の原稿送り装置からのコピーは、スキャンの読み取り動作をしながらプリント動作を開始、素早くスムーズな動作で業務の効率を高めます。